どうも、こんばちまんこ、すっころべいこです。今週のリバイスの感想です。戦闘演出と最後の浜尾則りさんのお芝居、すごく良かったですね。でもやっぱり脚本は死ぬほどひどかったです。そもそもさ、戦う必要ってなくないギフを倒して、残った悪魔であるバイス、カゲロ、ラブコフを始末しようとしてるとかならまだわかるんですけど、大方の視聴者の予想通り、父親を超えるためのくだらない戦いに、 一気たちは付き合わされてるわけじゃないですか。ベルトは受け取ってくれない。戦えって言ってくるんだったら、無視してればいいじゃん。だって別に彼崎の目的は世界征服でも何でもないわけだからさ。個人レベルの戦いに付き合わされてめちゃくちゃ大事な記憶がなくなるって、正直見ててしょうもないなって思うし、彼崎との戦いも、どうせこの後大地と桜のこと忘れてるんだよなって思うと集中して見れないんですよね。単純に一気が可哀想なだけなんですよね。どんなことがあっても何があっても首を突っ込む。 それが一気のおせっかいだっていうことを表現したいんでしょうけど、ギフレベルの相手で世界がどうにかなっちゃうとかの状況だからこそ、大事な記憶を犠牲にしてでも戦ってる一気の姿を、なんとか受け入れることができてたと思うんですよね。ここも一気の掘り先がほとんどなかった付けが回ってきてますよね。なんか気持ち悪いんですよね。息子に忘れられた両親の顔を見てるはずなのに、 何の躊躇もなく条件反射で変身しようとするとか、悩むことなく当たり前のように仮けと戦おうとするとか、記憶を失ったことによってその記憶の大事さも忘れてるから、実は一気自身はそこまで精神的ダメージを負ってないとはいう恐ろしい演出なのかもしれないですけど、やっぱり今覚えてる大事な記憶を忘れてしまうかもしれない恐怖とかは、一回でいいから描いて欲しかったですよね。それこそギフと戦ってる時とかに、 もうちょっと早めに両親のことを忘れて、アルティメットリバイスになれば記憶の喪失が一気に加速してしまうっていうリスクをちゃんと描いて、変身することが怖くなって、家族に背中を押されるとか、そういう話挟んでもよかったじゃないでしょうか。ギフはアルティメットリバイスでしか倒せないけど、一気の力に頼らず戦おうとする大地や桜もそこで描けたと思うし、最後の最後で決意を新たにして、世界一のおせっかい、い、いが一気がギフを倒して、家族の記憶は全て失って最終回とか、 いくらでもやりようはあったと思うんですよね。少なくとも戦わなくてもいいファザコンこじらせたた,たっこう博士の支援に付き合って弟と妹のことを忘れるっていうのはちょっとひどすぎるなって思います。一気なら仕方ないって思ってくれる好意的に見てくれる視聴者の優しさに甘えてるだけで戦わなきゃいけないっていう状況を全く作れてないんですよね。仮崎家の親子の絆にしても脚本側は多分描けたつもりになってるんでしょうけど正直 上堀内監督の演出と役者さんの演技がいいから感動的な雰囲気が出てるだけなんですよね。実質本筋と全く関係ない話だし、ああいうのは変身にリスクがある主人公は巻き込まず、V シネとか配信で仮面ライダー10がってタイトルでやるような話だなってずっと思いながら見てました。先週、また会えるよねつって、病院のお見舞いで再会した花と桜って気まずくなかったんですかね。